はい、皆さんこんにちは。ドッグトレーナープリンパパです。今回のビデオは生後80日から98日のドーベルマンちゃんの子犬ちゃんです。はじめにやったように遊びの意欲をつけながらじっくりと本格デビュー前にやるべきことをやっています。今やっているのはボディタッチの練習、どこでも触れるように、嫌がらないように人の手を分かってもらう、簡単に言えばよしよしですけども、口元も触れるように。これはサークルの中にトイレを設置してトイレトレーニングをしています。このようにトイレの場所はここだということで認識しています。また他のワンちゃんとも、接する時間をちょっと作って、どのようにして、嫌がらず遊べるかなというのを自ら学習をしてもらっています。ワンちゃんにとっては遊べるワンちゃんのタイプの子と、ちょっと嫌がる子もいるので、それを自分でちょっと感じ取りながら、犬とどのように接していったらいいのかということをお勉強してもらっています。あまり NG なこと、レッドカードになると私がちょっと介入して制止するようにしたりはしています。このように子犬の時にいろいろな経験をしながら本格デビューに向けていい基本作りをしていき、そしていろんな経験して場所にも慣れたり、またいろんな匂いを感じ取って匂いにも慣れたり、また周辺からはいろんな音もしますので、大人でいろんな人間社会の環境を慣れていってもらうという意味合いもあります。さっきのワンちゃんとまた違うワンちゃんとの接し方です。このワンちゃんは特に一緒に仲良くするということでもないので、子犬のドーベルマンちゃんはそれを感じ取って距離を空けながら様子を見ています。さっきのワンちゃんとはまた違った感じですね。また今回ビデオも変わりまして、一番最初のかけっこしたワンちゃんです。感じ方が違うのがわかると思います。このように犬同士で遊べる時間も作り、そしてこの子一人でお勉強する時間も作り、人の社会にも慣れる時間も設けて、いろいろとバランスよくしていきながら育てるまずスタートを作っています。こればっかりしているとアンバランスになったりしますので、ワンちゃんと戯れる時間、そして一番は人と遊べる時間、人の言うことを聞く、聞き耳を持ってコンタクトを取れるように育てていくことが、人間社会の中でメリハリの効いた、そして従順なワンちゃんに育てるキーポイントではあります。この後人と遊ぶようなやり方もしています。まだ生後98日目です。これからあと2週間もすれば、もっと本格的ないろいろなことにチャレンジしていくという基本のところの部分を作っているようなところですので、まず今はそう慌てずハードルを上げることなく、ゆっくりといろんなことになじませながらやっていくことが一つのキーポイントかなとは思います。一番健康にいい成長ぶりをしていってもらう。今のビデオは人とおもちゃを介して遊ぶということです。おもちゃの意欲をつけさせながら、人とのコミュニケーションを図りながら遊ぶという一番のポイントです。子犬の時はいろいろとやるべきことはたくさんありますが、そう慌てずに一つ一つ丁寧にそのワンちゃんを育てていくという心構えも必要です。またワンちゃんが違ったワンちゃんとの遊び方のビデオになっています。この子はまだそろそろ成犬になるかなというところの、9ヶ月でしたかね、なるワンちゃんとの接し方です。どちらかというとまだ子犬同士かなというところですけども、お互いうまく遊んでるかなというところです。はい、またビデオは変わりましたが、一番最初のシェルティちゃんです。この子とは一番何かかけっこをするムードではありますね。走りっこ、かけっこが楽しいなというところです。くるくる回って追いかけてほしいみたいなところもお互いあります。ハウス、サークルから出すとき合図をかけて出しています。このワンちゃんはあまり絡みは嫌なので、ちょっとワンワン吠えながら敬遠しています。そのムードが分かったのか、ちょっとまた距離を空けていますね。何かこういうところはドーベルマンの優秀さがちょっと伺えますよね。分かって距離をちゃんと空けていますからね。このことは絡んじゃいけないんだなっていうようなことを察知しています。そしてこのように屋外フリースペースからいろんな音が聞こえるので、音を拾って音慣れ練習もしています。極端に怖がったりもしていないので、ゆっくりと育てながら一つ一つやっていこうと思います。ちょっと空の方でヘリコプターか何か飛んでいる音をちょっと2人とも気にしているようです。はい、これは人の言うことを聞いて、おやつでもおもちゃでもいいですから褒めながら育てるというところです。少しちょっと広場にも慣れてもらうために、初めてちょっと広場にも連れて行きました。デビュー前なので、無理せずにちょっと外の雰囲気を感じてもらうためにちょっと連れて行きました。ちょっと周辺の音を拾いながら警戒はしていますが、極端に困るような怖がりはしていませんね。様子見しながら動いています。これだけ生き生きと動けるから優秀な方ではないでしょうか。このワンちゃんの過去の動画もありますので、よかったら過去動画もご覧ください。概要欄の方にもリンクを貼っておきます。このようにこのチャンネルではいろいろなワンちゃんの成長ぶり、またしつけ、トレーニングのやり方、様子などを随時配信していっています。またいろんなワンちゃんのお役立ち情報なども配信していますので、今後ともよかったらよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録をしていただいて、次回の配信をお楽しみください。今回は生後間もなく98日になるドーベルマンのワンちゃんの様子をビデオ配信してみました。今後ともこのワンちゃんの成長ぶりを楽しみにしてください。今回は最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまたよろしくお願いします。